はい、次はこれ右と左と使います、ね、右と左とこう突きながらこう進んでいってください。いい？で、こうやって進んでいくんですけど、ゆっくりでいいよ、ゆっくり進んでいくんですけど、コーチがゴーって言ったら前にガーッって進んでいくの。いいですか？はい、こうやって進んでいって、はい、よーい、ゴー。そうそうそう、ゴー。はい、次よーい、ゴー。結構大事で、ディフェンスの人がいるやんか、こうやって、へへへ、抜くぞってこう揺さぶったりします。右抜くぞ、左抜くぞ、さあ、取りに来いや、みたいなやってるんねんけど、抜くぞっていう時に、抜くぞっていう時にな、こうやってねんけど、抜くぞっていう時に、ふんで、はい、抜くよって、真下についてたら、ほら、押さえられるやろ。わかるか？ここが、なんぼドリブルが上がっても、抜け、相手を抜いて、ガーって抜いて、シュート決めれる人に、なれるか、なれないか。この差はここにあります。読みときは一体の説明せんで。こうやってて、いける人は、さあ、今やってるように、ガーッとボールを押し出します。それで抜いていきます。わかった？で、今はそのための練習をしてるということを意識して。はい、ありがとう。練習はこうやって、進んでいきながら、ゴーって言われたら、前に押し出す。ごめん。前に押し出すね。いいですか？はい。ちょっとそこだけ、もう少し前に出てきて、そこだけ漢字練習して、こうやって、あ、こうか。